探りで、まあ、やってきて、まあ、まだまだ探ることはいっぱいあるけど、でもとりあえず動植物に関してはとりあえず、まあ、平年のサイクルに震災前に戻ったし、あとはまあその規模とか当然ね、まあ、ありますけど、まだ不安なところもありますけど、まあでもなんとか形が見えたかな。支援そのものよりもやはりなんですかね、人の交流だと思いますよね。それからやっぱ何よりこうとかこの辺それが一番の、まあ、人につながる条件だと思いますよね。はい、小川中学校の3年伊沢明です、はい、やっぱり地元が、壊れんのを直で見てんので、悲しいこととかがあったんですけど、そういう支援の人たちのおかげでそういう悲しいのが楽しいになって、だから人は一人では生きられないなって思いました。その調子で、あっちまでずっとやってたよ、うん、AK さん、ニューヨークの皆さん、こんにちは。公益社団法人スイートトリート311の代表理事の立花隆です。震災から間もなく4年が経過しようとしています。街の様子も少しずつですが変わりつつあります。私がこの石巻市小勝町に移り住んで間もなく4年になります。私たちは被災地の子どもたちの教育支援、産業づくりや、街づくりに取り組んできました。ニューヨークのジャパンソサエティ様はじめたくさんの方々にご支援をいただいて、こうして活動することができています。浜の漁師の方々、住人の方々も震災のあった前の状態に戻すんではなくて、新しいものを作っていこう、新しいものを生み出していく必要がある、そのような方々が生まれつつあります。そんな活動の一つとして、私が今おります小勝町内にありました築90年の古い小学校、今から13年前にすでに廃校になっていたこの建物を、浜のこの学校の卒業生の方々、住民の方々、そして日本中世界中の方々と一緒に自分たちの手でこの学校をよみがえらせようというプロジェクトが一昨年の4月から始まり、おかげさまで今年の7月にこの学校がよみがえることになりました。石巻、そして日本中世界中の子どもたちが集まる学びの場、複合体験施設としてオープンします。名称は、森と海と明日へという思いを込めまして、森ウミヤスという名称でオープンいたします。ぜひ東北に、お越しの際にはこの森ウミヤスに足を運んでいただきたいなというふうに思います。レストランや、宿泊施設、
子どもたちの体験工房など、滞在して、お楽しみいただける、学んでいただける場所になりますので、ぜひ、お越しいただければと思います。本日はこのような機会をいただきまして、本当にありがとうございます。そして、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。